だからうちだけね部屋紹介がないんですよねっていうのはそういう理由なんですね。たまに聞かれるんだけど、あのウルハちゃんガチで外出たくないみたいって言って許されてたらしくて、あの話しててメンバーと聞いたんだけど、あの最初さ LVG の頃ね、うち以外の3人って加賀ゲーミングハウスで配信してたんだけど、まあ古の人しか多分知らないと思うんだけど、クソ前だから。でうちだけ家からだったんよ。本来本当はみんなそのゲーミングハウスで配信しなきゃいけなかったよ本来はね。本当はでもうち一回も行ったことないし一回も配信したことないのゲーミングハウスで。でなんで許されてたのか結構謎だったんだけど、あの運営さんがメンバーの子にあのウルハちゃんガチで外出たくないみたいって言って許されてたらしくて、ちょっと引きこもりみたいみたいな、マジの引きこもりらしくて本当に外出れないみたいだから、ウルハちゃんだけちょっと家からでお願いしますみたいな。はあ、ゲーミングハウス近かったん？いや別にそんな近くない。ゲーミングハウスでやるんだったら引っ越さなきゃいけなかったし、引っ越すのだるいし一人で暮らせないし、そもそも配信するために外に出るの無理だし、いろいろ無理で無理ですって言った。そうだからうちだけね部屋紹介がないんですよねっていうのはそういう理由なんですね。たまに聞かれるんだけど、なんでうちの部屋紹介ないのって。でも運営さんが引きこもりに理解ある人でよかった。今思えば本当はダメだったから、そこでダメって言われてたらうちいなかったからね YouTube に。共同生活してたらうちの部屋汚すぎて喧嘩になってたわマジである。だって嫌だもん、うち隣のさ部屋の子がさ食ったもん片付けないとか嫌だろ。自分だからいいけど他人だったらマジで嫌だもん。自分がさもう本当にだらけまくってんのに人には片付けねえとか言うからね。この面下げて状態だけど。それでウィンク。